三河鈴木氏は日本の武家の一つ。本姓は穂積氏。家系は穂積氏の流れを汲む藤代鈴木氏の支流の一族。三河国に居住した鈴木茂家の叔父、鈴木茂前を初代とする。中条氏の悲観として有力国人に成長し、一部は後に徳川氏に従った。通詞は10。三河国の鈴木氏は藤代鈴木氏の支流を称する。家祖、鈴木茂義は鈴木茂家の叔父で、鎌倉時代から南北朝時代の頃に三河国鴨郡柳里に土着したと伝えられる。室町時代に柳を本拠として鴨郡一帯に勢力を広げて、三河西北部における有力国人として台頭し、戦国時代には、寺部、酒飲み、足助などの諸家に分かれていた。これら鈴木氏の諸家は、今川氏、松平氏、織田氏などの周辺勢力に囲まれて、離反起伏を繰り返しながら、反独立の勢力を保ち続けた。1558年には、寺部の鈴木家が、今川氏から離反したため、今川氏に服属する松平元康が初陣として寺部を攻めている。1560年の桶狭間の戦いの後も、各々の鈴木氏は今川氏に服していたが、足助鈴木家は1564年に今川氏から自立した家康により足助城を攻められて服属し、寺部鈴木家は1566年に織田氏の武将、佐久間信盛に攻められて滅ぼされた。主典鈴木家などの諸家はその後も徳川氏に従い、江戸時代に至って江戸幕府の旗本となる。金荘詩作者としても有名な江戸初期の禅僧、正蔵と島原の乱後の天草の復興に大きな功績を残した代官、鈴木茂成の兄弟はいずれも旗本で、則貞鈴木氏の出身である。なお、文治4年、鈴木義網回帰と言われる鈴木三光恩寺があり、回帰以来今日に至る鈴木姓の檀家がいる。穂積姓三河鈴木氏系図所流。ありがとうございます。